ホセ・ミゲル・ピニエラ・エチェニケ、通称ネグロ・ピニエラは、チリ、サンティアゴ出身のセレブリティ、ナイトクラブオーナー、アマチュアミュージシャンである。90年代から、多くのコメディアンにモノマネされており、現在も、チリの小ビジネスとナイトクラブ産業での有名人で、ある。同国大統領のセバスティアン・ピニエラと経済学者の、ホセ・ピニエラと、兄弟関係にある。1954年、 ホセ・ピニエラ・カルバージョとマグダレナ・ロザスの5番目の子供として生まれた。兄弟にグアダルペ、ホセ、セバスティアン、パブロとマリア・テレサ、マグダレナがいる。アストリアス、バスク系である。青春期はチリの大使だった父親の仕事の都合でベルギーとニューヨーク市に住んでいた。15歳の時にエレクトリックギターをもらい、音楽に興味を持った。1982年に デビューアルバム、フュージョン・ラティーナを発表し、収録曲、ラルーナ・ジェナが大ヒットした。1983年に、ビニャ・デルマール音楽祭に出演。1980年代に、実業家としての活動を開始。いろいろなライトクラブを経営し、90年代後半に、歌手で、かつての友人であるミゲーロと開いた、アントレ・ニーグロスが特に有名になった。2002年、 アルゼンチンのモデル、ベレン・イダルモと結婚。7年後の2011年秋に結婚生活に確執が生じ離婚。2005年、歌詞コンテスト、ロホビップに参加し、2010年にアルゼンチンのダンス番組、バイランド・ポルウン・スエニョにも出場。ありがとうございます。